はい皆さんこんにちはこんばんは、ここみチャンネルのショーが今日は2023年物不足、卵と鶏肉が消える日、これから起きることをお送りいたします。よろしくお願いいたします。あの、報道でもされてるみたいですけども、テレビでね、あの、私テレビを見ないので、あの、もう10年以上、1分も見てないんですよ。 で何がどうなってるかわからないんですけれども、テレビのその世界がってことですね。で、まあ、それはいいとして、まあ、報道されてるようですよね、インターネットで見てたり、まあ、YouTube の他の方の動画とかも、まああの、視聴してるんですけれども、あの卵がまあ不足してきて、卵不足が起きてると。いや、もうずいぶん前ですよね、もうどれぐらい前か忘れちゃいましたけど、卵なくなりますよっていうお話をね。 させていただいてますが、まあ、とうとう現実として卵がなくなってきて、まあ、今、値上がりですね、あの手に入らないところもありますけど、まあ、値段が上がっているということなんですけども、まあ、どれぐらい上がっているかというと、まあ、日本って10個じゃないですか、えーまあ、正しくは10個というんですよね、私、10個という発音が嫌いで、10個と言ってしまうんですけど、字にちっちゃいつと書いて、こですね、10個。 正しくは本当に10個なんですよ、日本語。だけどなんか10個10個って、なんか嫌だ、なんか言い方変なので、まあ、10個と言いますけど、あのー、まあ、10個単位じゃないですか。で、まあ、イギリスとかアメリカはダンスなので12個なんですけれども、で、12個でアメリカで今現在の価格が平均8ドル。まあ、日本円で今135円ぐらいをうろうろしているので、まあ、12個入りで8ドル。 1000、まあ、円ちょっとってことですよね。うんあのー、1100円とか、それぐらいになるんですか。で、これがですよ。あの日本で、まあ、1000円ぐらいになりますよね。軽く。1000円ちょうど。だから卵1個、まあ、アメリカで100円ぐらいなので、まあ、同じぐらいになるんじゃないですか。100円ぐらいね。1個100円。まあ、下手すると、その1個100円でも手に入らなくなって、まあ、ないと。 あのこれはね、地域差があるんですよ。例えばあの養鶏場があって、近くにね、あの半径20キロ以内に大きい養鶏場があると、そうすると手に入りやすいです、必然的に、その近くのスーパーなり、まあ、八百屋さんでも売ってるのかな、あのそういうところでは手に入りやすいんですよ。なぜかっていうと、今、コストがね、あの運送のコストがすごいので、遠くに運ぶより近くでさばきたいんですよ、とにかく。 だから、あの、養鶏場の近くであれば手に入る可能性があるけれども、まあ今、鳥インフルエンザとかね、まああの、餌ですよね、飼料が上がってますので、トウモロコシとかいろいろねあの、当然鳥の餌になるものも穀物類上がっているので、あのど,んど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 ん値段は上がっていきます。あとは鳥インフルエンザで処分をしているので、まあ、鳥の絶対数が足りなくなっているんですよね。そういうこともあって、 まあ値段的には上がっていくのと同時に、養鶏場の近くでなければ、卵が手に入らないという事態が起きてくるということですね。で、この鳥インフルエンザですけども、まあ、これはあのー、本当に流行っているのかあの、そういうふうにしているのか、ちょっとわからないところですよね。あの反応もね、鳥インフルエンザじゃないけど、鳥インフルエンザ的な、まあ、ウイルスなりなんなりがあれば、まあ、反応出てしまうので、 ま鳥、あ、インフルエンザだっていうふうに決めてまあ、処分するっていうのもあるでしょうね。あのわかんないですよ。あの細かく本当に正確にねあのちゃんと特定してっていうのができてないですよ。うんだから可能性があるのでっていうことでいやこれはもうダメですねっていうことで処分してるところもあるんですよ実際。なんかそこら辺もね何回もあのチェックテストを繰り返して本当に鳥インフルエンザなのかどうかね。 あの、まあ、言わないでしょうけど <laughs>、なんかあるんでしょう。なんかあの、策略があるんですよね。今度は鳥インフルエンザでもうワクチンできてるんで、ワクチンなんだと思いますよ。またあの、危ないから、ね、鳥インフルエンザはとんでもないことになってね、もう、あの、羽が生えて飛んでっちゃいますよ、みたいなことを言ってね、ワクチンを打たせるんですよね、何回も。だからもうワクチン付けですよね。うん。 まあ、まだそのワクチンが問題があるんでしょう、きっと。うん、いろいろね。まあ、昔は卵で作っていたんでね。卵からワクチンを培養していたんですけど、今ちょっと違うんですよね。あの、違う形で作ってるんですけど、もしあの、卵で作っていたら、卵が足りなくて、鳥インフルエンザで卵が足りなくて困ってる。で、鳥インフルエンザが流行る。で、ワクチンは卵から作るってわけわかんないですけど、<laughs> まあ、今はなんか違う方法でね。 まあ作る方法があって作っているという話ですけども、本当にちゃんと作ってるかどうかもう分かんないですよね。だってそんなに1億人、2億人のね、その2億人分のワクチンをもうできてるって言うんですよ、2億人は。そんなに早くできますかねだって鳥インフルエンザが、いや、もう出たよ、いや、すごいよ、人から人へって言って、瞬間的にね、 間髪入れずにいやもうう億人は用意しててありますすって言うんですよなんだかね、怪しいですけど、前から用意してあって、まあ、何かに使おうと思っていたワクチンなんじゃないですかね、多分ね。わからないですけどもね、それはね、あの、詳細がね、もう本当秘密秘密でわからないんですよ、まあ。とにかく卵がなくなっていることは確かなんですね。で、この卵がなくなっていることに対して、あの、関してですね、非常にこう、危惧する事態っていうのは、 出てきています。非常事態ですよね。もう何が非常事態かっていうと、いや、これはね、大事件だと思うんですよ。えー、中華屋さんのね、天津丼が作れないんですよね。天津丼。あの、卵が乗ってるやつですね。卵が乗っている。いや、本当です。これ冗談じゃなくて、天津丼が作れないんですよ。あと、卵の、まあ、あの、豚カツかそういうのも、衣をまぶすときにね、 あの、卵に一回つけるじゃないですか。だから、唐揚げ系の業者が悲鳴を上げてるんですよ。あと、最悪なのは、いや、これは本当に大事件ですよ。あの、タルタルソースができないんですよ。タルタルソース。あの、タルタルソース、卵使うんですよ。かなり。で、タルタルソースができないんですよね。タルタルソースを大量に作っているキユーピーの工場とか、 もうね、困っちゃってるんですよ。原価が上がってきちゃって、タルタルソースを販売する、その販売価格がものすごい上げないといけないんですよ。2倍、3倍に。でもそしたら売れないじゃないですか。たかがタルタルなんでね。でもタルタルソースが好きな人、タルタリストって言うんですよね。タルタリストたちは、何がたかがタルタルだって言って怒るんですよ。タルタリストの人たちはね。 ほんだから、これはね、深刻な問題なんですよね。タルタルソース好きっていう人が、いや、いる、世の中に笑ってらんないですから怒られちゃいますけど、あの、本当いるんですよ。タルタルソース、命みたいな人はね。だからその人たちにとっては死活問題ですよね。タルタルがなければタルタルリストを名乗れないわけですから。うん、だからまあ、いろんなね、広範囲で影響は出てきていますよね。 卵を使うケーキ屋さんとかね、もちろんもう大変なことですよ、ケーキ屋さんって電気で焼いてたり、まあ、ガスで焼くところって少ないけど、あることはあるんですけど、今、電気なんですけどね、パン屋さんとか、これはね、卵使ってケーキ焼く、大変ですよ、卵が上がって、電気も上がって、ガス代も上がって、ね、家賃も上がってということじゃないですか。 で、あとは壊れたら部品代も上がって部品がないとかね。うん、あの、オーブンのね、業務用の大型オーブンの部品っていうのが今ないんですよ。壊れると。だから直せないんですよね。一回壊れちゃうともう廃業に追い込まれてしまうっていうケーキ屋さんは結構出てきてるんですよ。だからそんなこともあってね、もういろんな角度から危険が迫っているってことですね。だからその中でタルタルリスト。いや、タルタルリスト。 いや、タルタルリスト。タルタリスト。いや、もう分かんなくなっちゃった。<laughs> その、まあ、タルタル好きな人ってことですね。あの、本当に困ってるらしいですね。危惧してるんですよ。いやー、もうそんなに上がっちゃったら、タルタル、えー、食べれないじゃないっていうふうにね。いや、本当にいるんですよ。あの、タルタル大好きな人たちがね。うん ソースじゃなくてやっぱりタルタルだろうっていう人多いんですよ。私の身の回りにもいますよ。あのフランスのね、ピエールっていう人なんですけど、彼はもうタルタルのみですよ。パンにもタルタル。もう人生タルタル。もうそういう人間なんですけど、もう彼はタルタルが大好き。ね。とにかくタルタルがないともうどうかなっちゃうんですよ。叫んじゃいますよ。お前ピエールとか言ってね、本当叫び出します。 それぐらいタルタルが好きなんですけど、日本でね、あの、キューピーとかで、あの、もうマヨネーズみたいにね、タルタルが中に入って、チューブで出るやつって売ってるじゃないですか。あれ見て、ピエールも感動してね、あの、20分ぐらい買って帰りましたからね。で、空港で、なんかあの、検査の時に、なんだこれって言われて、タルタルです。か <laughs> いや、ごめんなさい。咳き込んじゃった。タルタルですとか言ってね、なんか止められたことありましたよ。 もうそれぐらいタルタル大好きあ。向こうではないんですよ、ああいうの。瓶詰めあるんですけど、ただ高いんですよ。自分で作るしかないんですよね。でなかなか自分で作んないで朝ね、いや、タルタル食べたいなっていう時にチューブでチューって出してね、まあ、パンにかけてタルタルが食べれる、まあ。そんな幸せなことないっていうことですね、まあ。それぐらい卵は今影響を及ぼしています。まあ、最悪な状況。 になるでしょう。ま最悪というのは卵に関しては、まあもう手に入らなくなる。で、鶏肉も当然、まあ鶏を処分しているので、鶏肉が手に入らなくなる。まあ今値段上がってますけど、上がってるうちは手に入るんですよ。高くても。これ今冷凍とかで出してるのもあるんでね。まだもうちょっとだけ在庫ありますけど、あの鶏肉なくなりますよ。世の中から。で焼き鳥はもう食べれません。まあ、今の冷凍で出てる分だけ。もう倉庫ないんでね。 全国的に、だから、まあ、なんとかフライドチキンとかいうお店は潰れちゃうでしょう。だってあれ、鶏肉なかったらね、お話になんないじゃないですか。もう鶏肉手に入んないんでね、世界的にね。だからもう焼き鳥屋さんもやっていけない。だから鶏肉を扱うところは全部困ってしまう。唐揚げ専門店とかもあるじゃないですか。か唐揚げ専門店って大変ですよ。あの、鶏肉を揚げて卵につけて、ね、あの、衣をつけて揚げるわけですから。 もう、鶏肉、卵はないんですからね。これは、あの、親子丼専門店とかね。もうやっていけないんですよ。だって、ないんですから。確保できないんですよ。今ね。で、い,いろんな調味料だとかね。あそういうものを、どんどん、どんどん、こう、あの、まあ、仕入れがね、厳しくなって、今、制限かかってるんですよ。例えば、あの、業者の方で、まあ、粉物とかね、あの、調味料的なものとか、 あのそういうのを、えー、30キロ袋で買いたいって言ったら、いや、ちょっともう30キロ袋がないんですって言って、まあ、10キロ2袋とか、あのー、もう30キロは買わせないようにしてるんですよあの。購入制限かかって10キロぐらいとか20キロっていうところ多いですよ。だからもう、20キロじゃ足りないんですよね。1か月に3、40キロ使うのに、え、1か月に20キロしか買えないんですかっていうところ出てきてるんですよね。 あの10キロのところも今ありますよ。おろし問屋で。もう10キロしか出せませんって。でも10キロじゃ、あの対応できないんですよ。30キロないと。だけど、そういうところばっかりになってきていますね。あの、唐揚げ粉とかですね。あの、あとは、まあ、ニンニクの粉ですね。パウダーになったものとか。本当にね、買えないんですよ。あの、購入制限かかってしまって、仕入れがね。これはもうね、あの、完全にあらゆるもの、どんどんなくなっていきます。 まあだから、ずいぶん前の動画でね、もうずいぶん前に忘れちゃいましたけど、いつ頃か、あの、3月の末には、あのあ、ある程度のものなくなりますよと、買えませんよってお話ししましたけど、そうなるんですよ、でも。あの、もう3月末、あと1ヶ月ぐらいじゃないですか、なっていきます。で、まあ、全部じゃないですよ。全部じゃないんですよ。あと、あの、さっき言ったように、全地域じゃないですよ。あの、養鶏場の近くで鳥インフルエンザが出てない養鶏場の近くに住んでらっしゃる方は、卵、鶏肉は手に入りやすいです。 でもそれもいつまで続くかっていうことですけど、あの、まあ、全国がパニックになっても、あの、そういうところの近くに住んでる人はまだ手に入りやすいんですよ。地域差っていうのがあったり、国による差っていうのはあります。だけど、最終的には全部なくなります。あの、最終っていうのは、ま、時間かかってね、あの、ちょっと下があるんで、いつっていうのは言えないですけど、まあ、2023年度中ってことですね。それはね。まあ、卵、鶏肉は、 手に入らなくなくりますほ、ねまあ、他にもいろいろありますよ。また順を追ってね、まあ、あのお話しいたしますけど、今日は卵鶏肉に関するお話、ご報告をさせていただきました。ということで、2023年物不足、卵と鶏肉が消える日、これから起きることをお送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。